今日東京の友達とクリフォード・ブラウンの話をしたんで聞きたくなって久しぶりに取り出してみました。Study in Brown。 クリフォード・ブラウン&マックス・ローチですね。で、メンバーがトランペットにクリフォード・ブラウン、テナ・サックスにハロルド・ランド、ピアノがリッチー・パウエル、ベースがジョージ・モロー、ドラムス・マックス・ローチ。これは1955年の2月の23日から2月の25日の3日間、ニューヨークの MRC レベルに録音された作品なんですけども、当時クリフォード・ブラウンは24歳ですね。このアルバムの中のこの「ジョージズ・ジレンマ」、この曲が個人的に好きで、どこか情緒的で歌心のあるプレイが本当にいいなと思ってます。それでは聴いてみましょう。Thank you.
します。